どうも、ウエレスパスカでいいと思います。はい、ハンツアップ、バグズスタジアムが始まりました。まあ、このスタジアムの効率のいい進め方などをお伝えさせていただこうかなと思っております。まず、このバグズスタジアムには、モンスターが5体存在しております。ヘキサゴン、ワーム、で、トリオレ、で、マガダマ、スマイルと。この5体が存在しております。で、正直ね、どれを狙えばいいのか、皆さんわからないと思われます。まずはね、このターゲット、ここにターゲットというところの欄に3種類のモンスターが乗ります。で、このターゲットを3種類倒すと、アイテムがもらえるんですよ。このバグズスタジアムの専用アイテムがもらうことができます。このアイテムは、左の方が、相手の動きを止める。で、右の方が、相手の動きが速くなるが、ポイントが上がるというものがもらえます。で、このアイテムなんですけども、基本的に自分は右の方をもらった方がいいと思ってます。まあね、操作が大変で、相手の動きを止めたいって方は左でもいいのかもしれませんが、自分的には右の錠剤をおすすめさせていただきます。まあそのね、錠剤をおすすめさせていただく理由としましては、このモンスターたちって、この左4体、ヘキサゴン、ワーム、トリオレ、マガダマ、この4体はね、ほぼほぼポイントが変わんないんですよ。うん。ほぼほぼポイント、獲得ポイントが変わりません。このボスであるスマイル、このスマイルを倒すときがポイントがすごいもらえるんですよね。まあそれを考えていると、このスマイルを倒すときに、そのポイント、ポイントがね、上がる、アイテムを使って、稼いでいく。まあ、それがね、大事になってくると思う。このスマイルっていうのは、8体、こいつらを倒したら、スマイルが出てくるんですよ。なので、9体に1回、スマイルを倒せる。で、このアイテムって、3回に1回もらえるんですよ。まあ、ちゃんとね、この3種類が出てこなかったらダメなんで、たまに4回に1回とか5回に1回になってしまうんですけども、もらえます。そのうちに貯めといて、まあ、ボスのスマイルの時に使うという形にしましょう。まあ、初日、2日目、3日目、4日目とか、初めの方はどんどん溜まっていきます。その錠剤がどんどん溜まっていって、最終日、サッカーボールを3個消費して全力試合をするときに、錠剤のやつもね、3個消費してしまうんですよ。まあ、その時に多く消費するので、今のうちに貯めておこうと。うん、今のうちに貯めといて、最後のね、最終日に使いましょうという形でございます。まあ、これのね、弱点とかモンスターはあります。まず、このヘキサゴンの場合は、もう全体が弱点になってます。で、ワームの場合は、後ろの、わかりやすいですよね。この黄色、オレンジかな?黄色かオレンジの尻尾に当てると、相手がすぐ倒れるんでしょう。で、トリオレの場合は、このハートを狙いましょう。正直、この縦のような青いやつは狙わないでください。黄色いとこに当てたら、ダメージ、でかくなります。で、マガダマ。マガダマは、この2つが、姉と弟が離れるんですけども、一緒になった時に黄色くなります。そこを狙ってください。そこを狙えれば、ダメージを与える。で、スマイルの場合は、まあ、後でやってみるんですけども、左右に、狙うものがあるんですよ。的があるんですよ。的を狙って、その二つを当ててから、この本体を当てると、だいたい一撃で沈んでしまいます。っていう感じに、弱点がありますので、皆さん、まず倒すときは弱点を狙ってください。では、とりあえず実際にやってみましょうか。まずは実際に、モンスターを倒していきたいと思います。まずヘキサゴンからいきますね。ヘキサゴンから倒していきます。まあ、この辺はね、変な体勢で打って、シュート速度が遅くなったりしない限りは、だいたい一撃で倒せます。うん。ハート狙うやつ。トリオレだけが、ちょっと当て方がむずいんで、なかなかね、当たってはくれないんですけども、簡単に当たります。まあ、必殺シュート打たなくてもいいです。正直、必殺シュート打たなくてもよかった。確実に、この辺はもう一撃で倒してしまいますね。はい。
OK ですね。オーバーキルしてる。うん。なので、すごいね、速度が速いです。一試合一試合終わるのが速い。これで終わりだからね。うん。まずシュート一発打ったら終わり。っていう形になってしまっておりますので、パワースターの消費が半端ないです。まあ1位ね、自分独走していたんですけども、このパワースターの量がね、多分1時間に20個ぐらい割らないといけなかったんですよ。うん。それきついなぁと思いまして、自分は諦めました。もう1試合消化するのが、本当に、1分以内。こういうロスタイムを合わせて1分以内で終わってしまうので、ちょっと厳しかったんですね。うん、すごいパワースター使うと思います。もう1日中走れば何百個と使うことになって、最終日が、まあ、5個消費ではなく3個消費。まあ、3倍しかつかないのに全力試合ということで結構しんどいですね。効率が悪いんで自分はこのイベントを撤退させていただきました。うん。パワースターの関係上ね、ちょっと厳しい。はい。で、こいつの場合はこう集まった時、左右で集まります。マガナマンの場合は左右で集まりますので、左右で集まった時にシュートを打ってください。うん。で、2秒以内、シュートモーションに入ってから2秒以内で、シュート打つとダメージが伸びますので、まあ、できるだけ2秒以内に打つようにしてください。はい、こんな感じに討伐できます。うん。多分問題ないと思うんですよね。難しくはないはず。このモンスター、ここ狙わないといけないのが難しいっていうのは、まあ、トリオレぐらいかな。で、この、抗体薬、活性薬は、まあ、活性薬をもらいましょう。スコアアップの方が大事です。はい、で、残り3体ちょっと倒していきますね。で、ワーム倒していこうかな。ワーム倒していきます。はい。ワームは先ほども言いましたが、後ろの尻尾ですね。尻尾を狙ってください。まあ、今回ね、うん、シュートのゲージを、うん、気にしなくていいっていうのと、あと、あれなんですよね。基本的に、ゴールキーパー動きません。うん。ゴールキーパーほぼほぼ動かないんで、うん、やりやすいと思います。すごいシュートは打ちやすい。はい、オーバーキルですね。まあ、必殺シュート今打ったんで、結構オーバーキルが激しかったです。1万以上ダメージ与えてました、今。なので、正直なところ、必殺シュートそんなに打たなくていいかな。で、この、フィーバーゲージが溜まると、もう必殺シュート全部打てる、全キャラが打てるようになります。で、やる気が赤以上、赤になるのかな、ピンクにはならないけども、包丁にはなるのかな。はい、そんな感じです。で、あとはトリオレ倒していきますね。これが一番狙いづらいかな。これが狙いづらくなっております。これのモンスターサイズがちっちゃいとなかなかハートが狙えないんですよ。まあそういう時は2発ぐらいシュートして終わらせてください。今前半キックオフになりました。もっと、やるのというと。で、ここでだいたい俺はハートこの位置で狙います。はい、当たりますよね。でもね、今ちょっとね、角度悪かったんで、ちょっと、速度が遅かったんで、これ多分倒せないかもしれない。うん。オーバーキルしたあ、倒しましたね、オッケー。うん。あれぐらいならいいけども、ヘディングとか、ちょっと、ふわーんとしたシュートの場合は、ちょっと厳しいかな。ヘディングでもね、ちょっと早めのシュートならいけます。はい。こんな感じで、モンスターを倒してください。それでは最後、スマイルを倒していきます。ちょっとうまいこといかないことがありますので、うん、うまいこといったバージョンを載せさせていただきます。で、スマイルを使うときは活性剤、しっかりと使ってポイント増強させていきましょう。では、やっていきます。で、まず、スマイルなんですけども、この左右のガードを潰しましょう。この黄色いやつ狙ってください。黄色いやつを狙って、ここでも狙う。で、左右を潰せれば、本体を狙う。で、オフサイドね、これシュート入れても大丈夫です。うん。この後狙います。で、ちょっと注意しないといけないのは、スマイルはね、ガード潰してから一定時間経ったり、前半終わってしまったりすると、元に戻ってしまいます。なので、ささっと決めちゃってください。2個潰したらすぐに真ん中を狙って潰していく。まあ、これでね、うん、確実に一撃で倒せると思う。すごい得点が入るんでね。はい、こういう風にスマイルは倒すようにしてください。そして、バグズをね、20体倒すと、リベキャラの素子咲をもらうことができます。まあ自分でももらってしまって乗ってはいないんですけども、皆さん、まあ簡単にね、20体なんて20試合で倒せますので、まあしっかりともらっておいてください。
で、そのテーブルなんですけども、もうツイッターでは報告させていただきました。うん、予想通りのテーブルでした。うん。まあ、全く、同じテーブルですね。この固有がついた、試合経験点と初期評価が固有がついたってテーブルで、まあ、技術ボナのテーブルです。で、練習効果アップが伸びていって、PSR でも練習効果アップ伸びて、20% になるテーブルだと思われますので、皆さんぜひ使ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。